次に C 和夫君。冒頭、昨夜の地震で被災された皆様に心からのお見舞いを申し上げるとともに、二次災害と被害の拡大防止に万全を尽くすことを政府に求めます。金融庁が夫婦の老後資金として公的年金以外に30年で2000万円が必要との報告書を公表したことが年金への不安を広げております。年金への不安はこれにとどまるものではありません。マクロ経済スライドによる給付水準の引き下げという大問題があります。直近の公的年金の財政見通しによれば、マクロ経済スライドは現在41歳の人が65歳で年金を受け取れるようになるまで続き、これによって受け取れる年金の水準は平均的な高齢夫婦世帯で月額4万3000円、30年間で約1600万円も減らされます。先日の参院決算委員会で、我が党の小池晃議員がマクロ経済スライドはやめるべきだと求めたのに対し、総理は年金は給付と負担のバランスで成り立っている。やめてしまうというのは無責任で馬鹿げた政策と言いました。しかし今でさえ老後の生活を支えられない貧しい年金をマクロ経済スライドを続けてさらに貧しい年金にしてしまうことこそ、私は無責任で馬鹿げた政策と言わなければなりません。マクロ経済スライドを中止しても給付と負担のバランスを取る手立てはいくつもあります。私はその手立ての一つとして高額所得者優遇の保険料のあり方を正すことを今日は具体的に提案いたします。今の年金保険料は月収62万円、ボーナスを含め年収で約1000万円を超えますと保険料負担が増えない仕組みになっています。年収が約1000万円の上限額を超えますと2000万円の人も1億円の人もみんな保険料は同じ、年間95万5000円です。そこで提案でありますが、約1000万円のこの上限額を健康保険と同じ約2000万円まで引き上げる。そのことによって約 1.6 兆円の保険料収入が増えます。その際、アメリカでやっているように高額所得者の年金給付の伸びを抑制する仕組みを入れる。そうすればそれによる給付増分を差し引いても毎年約1兆円の保険料収入を増やすことができます。この1兆円をマクロ経済スライドをやめ減らない年金にする財源に充てる、これは私たちの提案であります。総理に端的に伺います。年収1000万円を超えますと保険料が増えなくなる。高額所得者優遇の保険料のあり方、これ正すべきじゃないですか。端的にお答えください。正すかどうか。内閣総理大臣安倍晋三君。この議論でですね、大変残念なのは、先ほどの党首の議論でですね、年金のいわば積立金が枯渇するというときに拍手が起こったことであります。私は、そういう議論はですね、そういう議論はすべき、お静かにお願いしますし、テレビを見ている方々がおられますからですね、大切なことも申し上げなければいけないわけでありまして、年金のです、基礎年金のですね、運用については、44兆円プラスになっているということは、はっきりと申し上げておきたいと思いますし、マクロ経済スライドについてのご質問でございますが、マクロ経済スライドについてもですね、先ほど来お話をさせていただいておりますように、これは平均寿命は伸びていきますから、給付は増えていく、そして生産年齢人口が増えていきますから、当然これは被保険者は減っていく、その分を調整していく、そうしたファクターを調整していく数字によってですね、将来の受給者の所得代替率を5割を確保していくというもの、確保していくというものでありまして、それが今、発動されて、しかもそれが 0.9 から 0.2 になったということは、まさに改善したということを申し上げているわけでありまして、先ほど散々毀損されましたから、そのことははっきりと申し上げておきたいと思います。その上において、共産党の主張はマクロ経済スライドを廃止して、将来の受給者のこれは給付、その上でなおかつ将来の受給者の給付が減らないようにする上においては、これは7兆円の財源が必要でございます。皆さんはその財源があると、こうおっしゃっています。7兆円というのは巨大な財源であります。巨大な財源があるというのは、これはまあ、
かつて聞いたことがあるような話でございますが、それはそう簡単には出てこないわけでございます。いずれいたしましても、私たちはですね、このマクロ経済スライドという形においてですね、おいて、今の形でですね、マクロ経済スライドの形において、それを発動させていくことによって、今の受注者と将来の受注者のバランスを図っていく、あるいは将来の給付と受給のバラン、給付と負担のバランスを図っていきたいと、こう考えておりますが、今、C委員がおっしゃったご提案についてはですね、これはまずはちゃんとですね、検証しなければその数字は明らかでないわけでありますし、1兆数千億円で賄えるものではなくて、7兆円という全く額が違うわけでありますから、いずれにいたしましても、マクロ経済スライドをですね、やめてしまうという考え方は、これはもう一度申し上げますが、これは馬鹿げた案だと思います。時間が参っておりますので、簡潔にお願いいたします。私はね、この減らない年金にするための具体的提案をやった。それに対するお答え一切ありません。7兆円というのはね、私たちの暮らしを応援する政策のパッケージでやる財源の問題なんです。で、この問題ね、マクロ経済スライドをやるってことはね、今の年金の水準を6割から5割に現役世代との、所得代替率を減らすわけでしょう。これ減ってくんですよ。時間です。私はね、今政治に求められているのは、貧しい年金の現実を直視して安心の年金に変えるための責任を果たすことだと、報告書を隠蔽することじゃないということを申し上げて終わります。これにて審査